皆様こんにちは、溝上でございます。溝上真一の教育論動画チャンネルナンバー29、本日は早稲田大学教授吉田彩先生にインタビューをいたしまして、日本の大学における教養教育一般教育の歴史についてお話を伺います。本日は教養教育一般教育のお話の2部構成のうちのパート1でございます。なんでこのテーマを取り上げているかというと、戦後ですね、日本における教養教育一般教育は非常に混迷をしながら進んできまして、皆さんご承知のように91年の大学設置基準の大綱化でですね、各大学に、教養教育一般教育をどうするかと、再編を求めましたけれども、多くの大学では専門教育の方へ傾斜して、一般教育教養教育は軽視と、こういう流れで今日に至っております。ただ、時代が非常に転換していく中でですね、本当に教養教育一般教育をですね、必要とするのかとかですね、あるいは、大学の中だけでも考えられる話なのかとかですね、ちょっと私の中ではいろいろ考えていることがございまして、この機会に改めてですね、まずは日本の大学あるいは海外の中でどういうふうに教養教育一般教育が取り入れられてきたのかということを、まず歴史をですね、お話を伺って、そして近年の取り組みをパート2でお話しいただくと、こういう感じで吉田先生にはお話をお願いいたしました。はい。で、吉田先生はこういう方ですね、早稲田大学教育総合科学学術院の教授でいらっしゃいまして、専門は教育社会学と、そして高等教育の中では、教養教育、一般教育について、ご研究をされて、非常にご著名な先生でございます。日本教育社会学会の前会長、日本学術会議の会員でもいらっしゃって、大変本当に有名な活躍されている先生でございます。で、吉田彩先生が関わられて出版されている、本日のテーマに関する本2冊ですね、ご紹介しておきます。話の中でも出てきます。ぜひこの機会にですね、読んで皆さん勉強してくださればと思います。とてもいい本です。はい、それではお話ですね、伺っていきましょう。1991年に大学設置基準の大綱化が始まりました。これまで、それまで、大学を、縛っているとか、大学について決められた、様々なルールの中で、最も厳しかったものの一つなんですけれども、これがかなり緩やかになりました。大学の自由化政策の始まりと言っていいかと思います。で、特にそこで注目されましたのは、カリキュラム編成に関して、各大学が自由にやってよいと、自由裁量が与えられたということです。で、それまで、大学4年間、学士課程の4年間の、カリキュラムというのは、この大学設置基準で非常に厳しく決められておりまして、124単位中 何単位を一般教育科目に当てねばならないというようなことまで書かれておりました。そうしたものが一切なくなったというのが91年になります。じゃあ、その一般教育科目が廃止になったこの大綱化の元は一体どこにあるのかということで、少し調べてみますと、その辺はすぐにわかる話。で、第二次世界大戦後の日本の高等教育が、戦前期の3年制、専門教育のみの3年制から、4年制のアメリカモデルに転換したということはよく知られているところです。で、そこでこの一般教育、ジェネラルエデュケーションというものが124単位のうちの48単位として導入することが決められたということがあります。で、124単位中の48単位というとかなりの分量になるんですけれども、それが、1956年に、設定された大学設置基準に、細かく規定をされました。で、48単位の内訳を見ますと、12単位が人文科学、社会科学が12単位、自然科学12単位、それから外国語8単位。通常はこれ、第二外国語まで含みますので、英語プラスもう一つということで4単位、4単位。それから保健体育。これは保健2単位、体育2単位ということで、こんな細かい決まりがありました。ここでちょっと脱線をしますと、この保健体育が4単位入ってきたというのは、これ実はかなり最後の方になって決められまして、したがって日本の卒業単位は124単位と、4というなんか非常に半端な数がついております。4ってそこから来てたんですか？そうなんです、そうなんです。いや私もないだろうと思ってた。
セメスター制ですから、アメリカのセメスター制って大体120単位ですよね。だけど、それで組んでたんですけど、保健体育がくっつきました、4単位。で、なぜこんなものが後からくっついたかというと、まあ、当時、社会状況もまだ落ち着いておりませんし、特に大学生の場合、不健康な生活をするものが多く、まあ、結核にかかったりするものが非常に多かった時代です。で、まあ、将来を担う大学生が結核によって、命を失うということは非常に問題だと。大学生の衛生環境を良くし、かつ体を健康にするために、124単位で、プラス4ということで保健体育が入ったという、そういう経緯があります。で、まあ、保健体育が必修化されてるっていうのは、ここから来てるわけです。で、まあ、もう少し調べていくと、日本の一般教育について書かれたものっていうのは常にか問題含みであって、例えば政府の審議会の中では必ずと言っていいほど一般教育が批判の対象になっています。一般教育重要であるにもかかわらず、大学教育の中ではそれが実現してされていないと、なんとかせねばいけないというようなことが、まあ、繰り返し繰り返し述べられてきました。で、他方で、個々の大学で、この一般教育がどう語られているかと言いますと、まあ、一般教育担当教員の側からの文句というものは、常に繰り返されたということがあります。で、当時というか、まあ、いきさつを話せば非常に長いんですけれども、日本に一般教育が導入されたときに、一般教育を担当する教員と、専門教育を担当する教員というのは、基本的に分科していました。で、単に担当が違うということに加えまして、一般教育の担当、一般教育大体1、2年生で置かれておりましたので、まあ、3、4年生を担当できない、当然大学院は担当できないということで、まあ、給与面での、あるいは研究費面での差もついておりました。で、またその、いわゆる卒業生を持てない、大学院生を持てないというのも、まあ、一般教育担当の教員の場合には、まあ、そういった状況に置かれていたということ。で、さらにですね、国立大学、当時90ぐらいありましたけれども、そのうちの3分の1ぐらいには、教養部という組織があり、一般教育の担当の教員はそこに所属をしていました。教養学部ではなくて、教養部なので、まあ、学部ではない組織ということで、まあ、こういった点でも、一般教育と専門教育の、先生方の間には、まあ、いわゆる身分差ができていたということです。で、一般教育の担当教員からすれば、我々は同じ大学教員であるにもかかわらず、なぜここまで差別されねばならないのかという、まあ、そういった、文句が繰り返されたという状況があり。で、では、なぜその日本に導入されて一般教育がこうした問題をはらむ存在であり続けたのかということについて、知りたかったんですけども、それに対して、明快な回答を与えてくれるものを見つけることができなかったと。一体どうしてなのか、どこに問題があるのかということを、まあ、考え始めたというのが、この私の若かった頃です。で、じゃあ、この一般教育、アメリカから入ってきました。アメリカではジェネラルエデュケーションと呼ばれております。ジェネラルエデュケーションというのは、4年間の、学士課程の中の、まあ、教育課程の一つとしてジェネラルエデュケーションと呼びます。で、ジェネラルエデュケーションとメジャーがあって、あと、イレクティブ、自由選択があるというのが、学士課程のカリキュラムの教育課程、カリキュラムの構成です。じゃあ、その、ジェネラルエデュケーションというものは何から構成されているのか、どのようなディスプリンから構成されているのかというと、それがリベラルアーツ&サイエンスから構成されている。まあ、そういう関係にあります。で、まあ、じゃあ、アメリカでは一体このジェネラルエデュケーションってどうなっているのかと、うまくいってるのかどうか、ちょっと調べたいと思って、まあ、アメリカに行こうということで思い立って行ったわけです。で、ちょうど90年代半ばでして、まあ、非常にリッチな環境、今から思うとリッチな環境だったんですが、バークレー校の高等教育研究センターに置いていただきました。当時のセンター長がシェルダン・ロスブラッドという人で、彼はもう90にもならんとしておりましたけど、まだ元気で、現役並みの仕事をされておられます。で、また、高等教育に携わった人であれば、日本人でも知らない人はいないというぐらいの有名なマーティン・トローが前センター長として、ちょくちょく、センターを訪問されておりました。さらに、その前のですね、前のカリフォルニア大学の総長、大学の学長ではなくて、カリフォルニア大学システム全体の長が総長なんですけど、そのクラーク課も、よく来てまして、まあ、それ以外にも諸外国の高等教育研究者が頻繁に訪問してくるという場で、
まあ、大変リッチな環境に置いていただきました。すさまじい名前がこなはれい。てます。クラークカーから手紙をもらったとか、そういう嬉しい思い出もあるくらいです。ごいな。はい。はい。で、まあ、こういうような中で、2年間いて、まあ、いろんな大学にも、実際に、何をやってるのかということも聞きに行ったりとしてました。で、まあ、結果として、アメリカでも決してうまくいってるわけではないということは、これは、日本ではあまりそういうことを言う人いないんですけれども、非常にアメリカでも問題含みの教育課程になっております。で、しかしながら、日本にはないものとして、まあ、次に述べますと、二つの側面から、やはり必須なものとして、まあ、それに向けて何とか改革をしようという形でこれまで来ていると言っていいかと思います。で、一つは、リベラルエデュケーション。これは、先ほど言いました、ジェネラルエデュケーションを構成しているディスプリンが、アーツ&サイエンス、リベラルアーツ&サイエンス。で、まあ、それらを全部まとめて、リベラルエデュケーションという呼び方をしてますけど、そこに込められている、やはり古典古代からの理念というものは、アメリカでも大事にされているというのはよくわかります。で、言ってみれば、これ人格形成、キャラクターフォーメーションと言いますけれども、人格形成に必要なもの。で、そしてまた、高等教育を受けた者の共通性、エデュケーティブシティズンという言葉をよく使いますけれども、そのために、やはり、リベラルエデュケーションを、ジェネラルエデュケーションの過程として学ぶことが必須なんだということです。で、ちなみに、このリベラルエデュケーションとか、リベラルアーツ&サイエンスというディスプリンは、職業と直結しない教育を指しています。で、従いまして、経済学ではリベラルエデュケーション、リベラルアーツになりますけれども、経営学はリベラルアーツにならないという、まあ、そういうような、かなり細かい分類がなされている中で、そのリベラルエデュケーションで教えられる教育内容というものもそこから選ぶという形になっているのは、これも共通して、アメリカの大学に共通して言えることかと思います。で、それともう一つは、理念上の問題ではなくて、むしろ教育システムとしての構造上の問題というものも、これも大きく関わっています。で、アメリカの場合には、大体コモンスクールからハイスクールという形で、まあ、地域に根ざす教育として下からこう上に上がってきてますね。で、それと、ユニバーシティっていうのはもっと違っていて、ユニバーシティっていうのは、まあ、もともとはカレッジから来てるんですけれども、やはりその教育と研究を両方やる機関として、どうしてもそのハイスクールとユニバーシティなどのギャップっていうのがあります。で、そこを埋めるために、とりあえず、大学入学した者のために、何らかの準備教育をしないといけない。で、それが、ジェネラルエデュケーションに課せれたもう一つの役割ということです。で、では、ヨーロッパではそうしたことがないのかと言いますと、ヨーロッパは中等教育の段階から3分制になっておりまして、そして高等教育に進学する、高等教育と接続している教育機関というのは、まあ、ある意味もう、11、2歳から選抜したものに対してアカデミックな教育ができるような形になっています。いわゆるプレップスクールになっています。で、また中等教育の修了試験もあってっていうことなので、ある意味、そのジェネラルエデュケーションに相当するようなものは、高校の、高校ですね、高中等教育の段階でできてしまうというのがあります。で、したがってヨーロッパの場合には、大学に入ってからもう専門だけ3年間やればいいという形で来ているというのが、まあ、非常に大まかな説明をすると、そういう形になっているということです。なので、アメリカでよく問題になるのは、そのリベラル教育をジェネラルエデュケーションに入れるのか入れないのかというところで、まあ、いろいろ議論がなされるというのも、こうした構造上の問題があると言っていたと思います。で、まあ、こんなことをやってきまして、先ほど申し上げた、高等教育センターの当時、センター長をされていたシェルダン・ロスブラットが書いた論考を、日本語に翻訳して出版をしました。これは、青山学院大学の杉田裕美子先生と一緒に、やったものですが、彼自身は、バークレーの歴史学の先生です。で、特にイギリスの大学史の専門なんですけれども、アメリカの大学にももちろん非常にお詳しくて、そしてアメリカのリベラルエデュケーションについてもいろいろ書いておられるということです。で、まあ、では、そのアメリカのリベラルエデュケーションの歴史的な系譜も含めて、日本で知られているものというのはほとんど、日本語で知られているというものがほとんどないということで、まあ、何本と6本ですね、論文を翻訳して、出版をしております。で、まあ、ここで言いたかったことを一言何かと言いますと、やっぱりそのアメリカにはリベラルエデュケーションの理念が、脈々と、息づいているとい
ということと、他方で先ほど申し上げましたような、その構造的なジレンマをどうするかということで改革が進んできているんだということです。で、特にその、ジェネラルエデュケーションとメイジャーとを、対照的に見ることに言われるのが、その、グレーディスとデプス、ジェネラルとスペシャルということで、まあ、そこのせめぎ合いがずっと今まで続いてきているということです。で、まあ、それを言いたかった。で、まあ、あまり日本で注目されないままで来ているんですけど、出版された当時、ある新聞で書評を書いてもらったんですけど、非常に難解で日本人にとっては読みにくいという評価。本当ですか？私もこの本何回も読みましたけど、めちゃくちゃ、ありがとうございます。めちゃくちゃ、なんでしょう、面白かったというか、いや、これは私、いつも近くに置いてますよ。それはそれも何を。そんな書評あったんですか？いやー。もう全然気にすることないです。これはもうすごいいい本ですね、本当、はい。やっぱり日本の大学の構造とアメリカの大学の構造っていうものの違いが分かってないと、ここでロスブラッドが言ってることがなかなか伝わらないってことなんだろうな。あと先ほど先生おっしゃったヨーロッパのね、そうですね、専門教育中心となっていく構造とかね、そこら辺が分からんと、なかなか、カリキュラムの側面だけ見てては分からない側面というのがあるんだろうと思います。はい。そうですか。はい。で、まあ、これを出しまして、で、その後、じゃあもう日本のことやらないといけないと思い立ったのが、その成果がここにある大学と教育教育という本です。うんうん、で、これは、通常教養教育とか一般教育とかリベラルエデュケーションって言いますと、どうしても教える内容、カリキュラムっていう、特にその教育内容の側面に着目して語られるんですけど、私自身はそこだけ見てては、不十分だと思ってまして、むしろその大学のシステムか大学の構造とか、あるいは、大学を構成する教員の問題とか、そういう側面を入れて、考えないといけないんだというのが、まあ、私が考えてきたことで。で、まあ、第二次世界大戦以降、日本は何やってきたかということで、まあ、2000年頃まで4つの時期に区分して、その目的、まあ、これ理念に相当するものですけど、それと、教育内容。で、そして、先ほどもちょっと話が出ましたけれども、接続。接続は、高校と教養教育の接続、あるいは教養教育と専門教育の接続という側面。で、またその教養教育を担う組織と、あるいは大学全体の中での組織の位置づけみたいな4つの次元で、どう変わってきたのかということを、分析したのがこの本です。で、まあ、アメリカとは異なって、るんですよということが一言で言うと、ここの青字の部分になりまして、専門教育の組織、戦前は日本は学部のみの専門教育の組織だったんですけど、そこにその一般教育を導入するという、まあ、日本ゆえの構造的な失格があったと。で、それは、先ほど申し上げましたように、教員を分けねばならなかったということなり、そうした教員を所属する組織をどうするかということで、教養部が作られたりとか、まあ、そうした問題があったと。で、それは、前々期の教育システムと、全く異なる組織に転換をする、要は組織を転換する中に、カリキュラムとしても全く別物を持ってきたという、まあ、そこら辺の、その、もう戦後出発する時点からの失格というものがずっと引きずられてきて、それがまあ、教育どちらかといえば、大学の中では低く見るような見方になってきてしまっている。まあ、その中でもいろいろ、模索をし、改革をしてきたんですけど、もうどうにもならなくなって、じゃあもう大学の自由に任せようという形になったのが、まあ、対抗化に至るという、そういったことを、ここでは書きました。で、もう一つはですね、ここの部分はちょっとまだ不十分なんですが、ただその一般教育というものを入れたことが、日本の高等教育の大衆化に寄与してきた側面があるんではないかと。いうようなことも考えてはいて、ちょっとだけ書いたんですけど、十分にそこは詰められていないところです。うんうん、でも、まあ、近年、特に90年代以降の、高等教育進学率の上昇と、まあ、その中で始まった初年次教育とか、そういった、まあ、キャリア教育もそうですけど、そういうものが、の存在を考えると、まあ、一般教育を持ってたから、そこにそういう部分を入れることができたんだと考えることもできないことはないかなというふうには思っております。うんうん